楽したな。チャーハン作るんでね。で、昨日の残りの、ご飯にですね、合算します。このぐらいかな、こんなもんでいいかな、もうちょいかな、ちょっと多めに作ってチャーハンっぽくします。はい、こんなもんでいいでしょう。はい、はい、いらっしゃい。カツ丼、ライスは大盛り、あ、大盛りサービスですから。はい、おかみさん、カツ丼3個ナイス。で、次に、ご飯の、水気を飛ばすためにレンジにかけます。ペカッタです。ビッグやろ。始まった。はい、それではですね、玉ねぎですね。チャーハンには玉ねぎは、つきものなんで、まずこんな感じでぶった切っていきます。なかなか切れないですね。で、どうした、始まった。ヘタを取りまして、ね、でこっちもですね、切りまして、ね、外の皮を剥きます。この辺はカットかもしれないですね。このシーンをあんまり流してても面白みがないと思うんでね、まあ、こんな感じで、あ、食える部分までちょっと流しちゃったですけど、こんな感じで。でですね、ポイントなんですけど、ビッグやろ。よくですね、こうやってこうやってこう切る人がいるんですけど、まあ、いかにもプロらしいというふうに、切ってるつもりなんですけど、あれは包丁がいいからそれができるんで、こういう包丁がですね、良くない場合はもう普通に、やります。こんな感じでね、これで十分なんですよね。こっちは早いですね。楽したな。そんな高等技術を使わなくてもですね、カッコつけなくても普通に玉ねぎのみじん切りができますので、ちょっと手間取ってますけど、こんな感じで適当にですね、こうやってちゃんですね。これでだんだん形になってきましたよね。20ミリもこれでいいんです。こんなもんでじゃん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 。あの切り方を真似する必要はないんですよね。
オーラがあればもう何でもあります。で、これでね、ざっくりざっくりざっくり切っていっちゃいます。ちょっと危なかったんですけど、危ないですね。どうした、始まった。で、適当ですね。で、仕上げですね。まだ塊があるので、で、これをちゃんとやればですね、普通に、みじん切りができると。で、このやり方だと涙もさほど私は出ません。難しいことでもないですし、ちょっと目が痛いですけどね。ビッグだろ。目が痛いですよ。涙が出ないなんつって言いながらね。どうかな。動画の撮影じゃなかったらもっと丁寧にやるんですけどね。まあ、こんな感じで、で、もう順番はどうでもいいです。このままですね、鍋にぶっこんじゃいます。ちょっとカメラの位置を変えまして、こうですね、こんな感じ でズームで寄ります。はい、はい、かなり大量にですね、玉ねぎが入りました。この辺はね、一応片付けてですね、捨てます。取れてんのかな、取ってんのかな。あ、録画中ですね。で、次がこれですね。はい、一応チャーハンといえばナルトですね。これも行ってみたいと思います。ビッグだろ。めんどくさいんで、これでガラスと切っちゃいます。伏見、伏見ってなんだろう、京都で作ってるんですかね。新潟市北区って、なんで新潟なのに伏見なんでしょうね。ちょっと怪しいですけど、まあ、ここは島なんでね、いろんなところの物が入ってくるので、そこはご容赦くださいというとこですね。結構下田からですね、パンが来てたりとかあるみたいです。下田からね、船が来てるんで、関係ですかね。なので、東京都にいながら、静岡県のものが結構食べられるという感じですね。これは明日のラーメン動画かなんかやるときに撮っときます。あ、がっくりしたな。で、今ナルトもですね、もうさっきと同じように、玉ねぎと同じように適当にこう重ねてですね、小切りにしたら、もうあとは適当にざんざん切りですね。こうやって、こうやってもう全然。あ、がっくりしたな。握りはできるって感じですね。もうこれで、あ、細かく切ってあるなって分かる程度でいいです。で、これで、鍋に入れましたということですね。あ、今のナルトのシーンがですね、撮れてなかったですね。ナルトを放り投げたところだけ撮れてました。それで、肉がないんでですね、スパムですね、スパムをやってみたいと思います。で、今度は間違えないようにアングルを変えます。はい。
けてですね、よし、でこれがなかなか出てこないんですよね、このスパムの中身が。ほらくっついた。全然出てこない。スプーンでほじくり出すかな。ビッグやろ。よし、出た。なんかちょっとグロテスクなシーンですけども、こうやってスッキリ出ましたね。ナイス。輪をかけてスッキリ出ましたとか言うと怒られちゃうんですけど、どのぐらいかな。これで厚めに切っとくか、はい、これはまた取っときます。それで、まあ、スパムも同じようにこうやってね、じゃんじゃん切ってって。こんな感じで、ブロック状というかピース状になるのでいいと思います。ほら、全然楽勝で細かく切れますよね。何せ包丁が良くないんでしょうがないです。でこれも、できましたらこうね、鍋にぶっ込みます。はい、うわすごいな、ほらなんかすごいことになってきました。でこんな感じで玉ねぎになるとスパムですね。これを炒めりゃいいんじゃないですかね。で卵ですね、卵はですね、溶いてから入れるのかそのまま直に入れるのかめんどくさいんで、混んじゃいます。よいしょと一応掛け声をするんですよね。それで一応これ炒めますかね。どうかな、取れてるかな。ビッグやろ。それで、ナイス。まあ中華料のなんかこのお玉みたいなのないんで、これはなんだろうな。お墓に水をかけるやつとか、神社でね、こう水を飲むやつですね。これをちょっと使ってやってみたいと思います。あ、見てるじゃないですか、従業員。これは、あふれないと思ったんですけど、なかなか、で、あ、油を引かなかったんで、くっついてますね。じゃんじゃん油入れちゃいます。ビッグやろ。これはちょっとやばいですね。ちゃんと取れてるかな。まあ、こんな感じで汚いですね。まあ、こぼした。全然、あ、バラ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 
火を止めます。あ、ガクンしたな。まだ取れてるかな。よし、それで、まあ、長谷園の焼き豚チャーハンの素ってのとりあえず、まあ、網印のね、粉だけのやつが欲しかったんですけど売ってなかったんで、こちらですね、チャーハンの素。どうですかね、3個入れるとなんか味が濃くなりそうなんで2個にしておきます。2つね、入れますので、はい、どうしようかな。これで飯をぶっ込むんですね。はい、ちょっとこれだとですね、なんかやりづらいので、これはここまでにしといてですね、こんなくっついてたんですよね。ほんと食えますよ、十分。ナイス。おこげもまた美味しいという、いや、はっきり言ってうまいっす、これ。うまい、よく焼けてますね。で、このまるちゃんのワンタンですね。一応スープ代わりということです。あ、ちょっとお湯入れすぎちゃ、お湯入れすぎちゃったですね。もう一回閉めます。はい、いや、うまいっすよ、マジで。うん、で、この後ですね、ライブでですね、飯食いながら、また YouTube で配信するので、ちょっとこれは撮っておきます。一応今日以上ですね、枝島チャンネル風に動画を作ってみた第2回、チャーハン編、以上でございます。カット。